はい、皆さんこんにちは、パテルカマメです。僕は普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営やダンスオンラインレッスン授業などをやっております。このチャンネルではジャニーズの皆さんのダンスプラティス動画などを中心にダンスリアクションやダンス解説などをやっております。で、今日はですね、トラビスジャパンさんのゲットライブを一緒に見ていきたいと思います。で、これもね、トラジャのスキル構成素晴らしいので一緒に見ていきたいと思います。では早速ね、わちゃわちゃ見ていきましょう。よろしくお願いします。おお、まずいいっすよね、この立ち方ね。それぞれの方向見て、このゲンゲンな、かっこいいな。あ、いや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 、ボーカルしめちゃんのこの手の感じいいですね。ああ、おー、能力も入ってきたよ。あ、で、ここで2人入ってきて、ああ、サーカーチャップ来たよ来たよ来たよ。そして見てよ、この伸びリリースね。で、しっかり体使い切ってる、こういったしれっとしたところでもね、ジャズ的な感じですね。おわお、グーンと入れ替えるところでソロ出しね。せいすやくん、シグマチュー、いや、かっこいいですね。これ見て、この髪かき上げ、もうダンス関係あらへんけども、いいですね。ああ、いいね、いいね。シー君ちょっとあのブレイキンっぽいステップ入れましたね今。ああ、おお、いいっすね。チャケチャのこの首の可動域えぐくね、すげえ。マチュー、おお、なるほど。胸でグッグッとヒットを打ちながら下がっていくんですよね。で、これもね、下がりながらやるってめちゃくちゃ難しいんですよ。立ちながらやるっていうのは意外とね、簡単なんですけど、やっぱりかがんだりとか、ちょっと体勢を変えながらヒットを打つって結構むずいんですよ。あ、いやいや、こうやって街のね、ちょっとしたの手の使い方とかもめちゃくちゃ綺麗ですよね。軌道が丁寧に通っているから。ああ、いや、ああ、ゆみちゃんいいよ、センターで。で、それぞれの構成ね、ここ2人が入れ替わるところとかも激しいですよね。ああ、わお、これしめちゃん見ましたか、首をグインって回していくんですけど、めちゃ見えた。どわいや、ああ、待ちいいよ。あ、はい、このね、膝をブワンってやるんですけど、見てほしいな。おいや、丁寧にそこだけピンポイントで動かしていくんですよね。だから動きがよりはっきり見えるというか、素晴らしい。ノエル君、あ、しめちゃん、あ、いいね、このシー君ダイナミックっすね。ほんとにシー君はね、こういったあの端っこにいる時でも動きが綺麗にでかいんで、すごく存在感がありますね。ああ、いいよ。ああ、でね、このノエル君のね、このジャズ的な振り、わお、初速からドゥーンと落としていく、胸から落とすようなイメージですね。胸が落ちるから自然とその上のこういった首とか頭とかも遅れてついてくるような上手な使い方をされてます。健太くん、チャカちゃん、おほー、やばいね、この腰の振り方すげーっすね。あー、ノリが消えないよね。で、こういったのってやっぱノリが消えがちなんですけど、しっかりとノリは維持したままきっちり16秒取りながら動いてますね。あー、いや、あ、いいよ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 。ああ、こうやってストップのところはきちっとストップして、でそれぞれのポージングまだいいっすよね。ああ、ちょ待って、チャカちゃんの手タイガーにしてる、これ。いや、細かいな。ああ、いいよ。ああ、いいねいいね。このノエル君も結構こういった激しい振りも見えますね。ああ、はーい、
ああ、けどこの 宮近様、すごいっす。これただ上に上がるだけじゃなくてね、この肩もクククッと上げてより体をでかく見せてるっていうね、小技ですね。おー、しかもウェーブ通してたのか。見てください、もう、えぐい。おいや。いいね、この街のね、この首、まあ、顎かな。顎クイッてやりながら、そこからの連動で、上体、あと下半身ってついてくるターンの仕方。おお、勢いがありますね。外を放射線状に出した後に中に入れ込んでグングンとね、よりも集まって力強さ、パワーが見える振りって感じですね。いくぜ。あとね、海くんとね、源太くんがね、なんか手つないでたんですよね。萌えポイントでございます。はい。ここ自由かな。チャカちゃんやべえな、やっぱり。この肩の使い方といいね。グングンと。一回上振りてんすよね。エミグン。いやいや、後ろの街もいいよ。来たー。ウミンチュのこの可動域お化け。ここからのボディウェーブ。イエス。シグ来たよ。そしてね、このね、街のね、お箱ですね。もう勝手にお箱にしてますけども、こういった体の綺麗なラインを作るのが得意ですよね。この後ろがいいんですよね。いいですね、シェイクのこれいいですね。で、海くんもね、このポージング超かっこいいですよね。体をきちんと使い切ってるのと、ちょっと体を斜めに入れてるんですよね。なのでより立体的に見えてきますね。後ろでも動いてますよ、動いてますよ。これどうやって立ち位置つけたんですかね。すごい立体的。しめちゃん。アイルくん。おほほほほ。カンカンとね、肘を張ることによって使い切るじゃないですか。で、使い切って反動で戻ってきてってやるんで、この速い曲に間に合ってるんですけど、それでもチャカちゃんのこの、足さばきがいいっすね。いいっすね。このカチ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 って動きながら、ところどころ足でクーっていう空間を切り取るような音取りをしたりとか、もう一回来るんですよね。こういったところ、回して、回してっていうので、統一感を持たせながら、パキパキパキって細かく取っていくところと、ゆったりとメロディーを取るっていうので、メリハリ効かして、これをダンスで表現するっていうスキルの高さ、やばいっすね。入れ替わるだけで見える。そしてこれもね、足上げて、こっちについたことによって重心をこう、こっちの方に移動させてるっていうね。見えますね。ブイーンと。音取りがやっぱ自由ですね。いろんな音を取ってるんで見ていて飽きない。青。いやー。仕上がりますね。青。ここのチャカちゃんやばくない？クソガキ、この。音ハメ。来ますよ。イエーイ。この構成。このアメリカ人が置く構成ね。ズレズレ構成。ハウス？うーめえ。うーめえ。パソブレかな？で、チャカちゃんこれ、ステップ的には下がるんですよね。やべえな。おー、何回転ですかー。3回転サルコー。ありがとうございます。セクシーです、セクシーです。いいよいいよいいよ。で、やっぱこういったね、
いろんな方向を放射線に見るような立ち位置結構つけますね。だいたいこういったのバミリとか貼ってあっても見失っちゃうんですよね。こういったそれぞれの方向を向くっていう時。あーいやー、おほほー、歌うま。あー来たよ、一列でボーカルします。あーいい人いい人いい人、こういう時それぞれキャラ出ますよね。おいや、ここもね、音ハメしてるんですよね。歌詞ハメかな。あー、ここ二人やってたのか。あー、問題ないよ。あー、来た来た来たー。で、ここはね、シャカちゃんセンターって感じですね。しめちゃんよー。あー、で、ここのね、うみくんね、この体状態に柔らかさと手足の長さでね、めちゃくちゃ見えますよね、このウェーブ系は。あーや、あん、いよ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 。そしてこっから集まっての、あーあー、この二人仲いいね、さっきからね。いいよ。おー来た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 。あーおーいいね、これ乗りながらね、ボンと強い音を取っていく。うん。あーえ、マチューお願いします。やばい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 、盛り上がるわこれは。これコンサートで見たいですね。あーなるほど、音ハメバッチリでございます。かっこいい、いやありがとうございました。素晴らしい、激しさもありながらで、音の取り方が結構バリエーションがあるんで、すっごい楽しんで見れますね。いや皆様いかがでしたでしょうか。素晴らしかったですよね。はい、で今日の動画はもう以上になります。本日もありがとうございました。この動画少しでも良かったな、面白かったなと思っていただけぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。また評価の方も高評価低評価土曜日でよろしくお願いします。でコメントではこういった動画をやってとか、あとはトラちゃんのここが好きとかいろいろ言っていただければ嬉しいので、お気軽にコメントもよろしくお願いいたします。では皆様、次回の動画でお会いしましょう。ではでは。